はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。ということで今日もやっていきましょう。ポケットモンスターサン&ムーンシングルレート、よろしくお願いします。今日使うポケモンはこちら、ガオガエンということで、ニャビーの最終進化系ですね。皆さんの相棒でございます、このガオガエン。モッティー使っていきたいと思います、よろしくお願いします。ということで、多分ね、ガオガエンは特性がね、読み特性が威嚇なんですよ。威嚇が導入されたらだいぶ広く使われるポケモンになるかな。割と中堅上位ぐらいまでいけるんじゃないかなって思ってるんですけど、個人的に。ただまあまだ全然見ないですね。ほぼほぼ見たことないです、僕も。はい。まあ技構成はとりあえず猫玉、トンボ、フレドラ、DD。うん、ガオガエン Z 使って DD ラリアットの Z 見たいかな、ぐらいな、そんな感じですね。はい。まあ、どう運用していけるかわかんないですけど、まあ、とりあえず使ってみましょう、みたいな感じで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、あとは特にいつも通りですかね。ちょっとミミッキュとか、メテノとか入れて、ちょっと熱くしてみた反面、ちょっと水に今弱えなってすごい思ったんですけど、でもミミッキュとか入れとかないと別に、それはそれで今度、地面、なんどうしようかな、みたいな、そんな感じです。頑張ります。はい、対戦、よろしくお願いしまーす。結構あれですね。海外の民で僕と同じようなことを考えてる方もいたんですね。でもやっぱこういうパーティー使ってるとレート落ちますよね。なんかつくづく僕も、なんか勝ち越してるのになんかレートそろそろ割りそうだなってすごい最近思ってるんですよね。まあ、氷パーですよね。雪かき、ドパンはまだ全然当たったことないんで、どれぐらいの強さがあるのかっていうのがいまいちピンときてないんですけど、だいぶ上から叩かれちゃうと辛いのかなっていう。先制技あったっけな、ドパンって。不意打ちとかはあったような気がするんだけど、あんまり記憶にございません。どうしよう。ガエン投げましょうか。まあ、今日はガエン動画なんで、ガエンは投げないとですよね。で、鋼使いマンがいるんですよね。鋼使いマンでもそんなに脅威ではない。脅威ではないかな。ミミキュとりあえず投げといて、で、ラス1カバーしきれないところはあんまなさそうだけど、ただ雪フラッシュあるとしたら、メテノはあんま投げたくないですよね。投げてもいいかな。でも、あ、出会い頭マンがいるんか。出会い頭マンか。こうかな。はい、対戦、よろしくお願いします。大丈夫かな？ちょっと弱いか。大丈夫か？出てこない。ダダリンに対してちょっと、軽いですかね。とりあえずガオガエ投げていく。さあ、まあ、キューコンでしょう。キューコンから入ってくるんで、まあ、そういう立ち回りして。ラブラブボールだ！色違いだ！すごい！なかなか頑張りましたね。ね。頑張りましたね。ラブラブボールに横に捕まえて色違い粘ったってことでしょう。頑張りましたね。だいぶ、まあ、猫玉？結構あれですからね。猫玉打って、大変ですからね。お、何？え？脱出ボタン？あ。ダッシュボタンだ。帰ってった。何もせずに帰ってった。これ誰が出てくるんだ？ドパンか？ドパン出てくる。まあ、でも一応そっか、かけて、ほー、キラキラしてますね。どこら辺がキラキラしてるんですかね、ドパンは。これドパンの、いや、これドパンいけるべ。フレドラ、ぶっぱしとく？フレドラぶっぱしときましょうか。引くのか、誰に引くのか。ここなんか DD 打っといた方がいいかないっすか。なんかめっちゃ DD 打ちたいんですけど。めっちゃ DD 打ちたいんですけど。なんか俺そう、あーいや、あー、フレドラでいいかな。フレドラでいいかな。ちょっと悩ましい。自信。いや、多分耐える。あー、割とギリギリだったー。もうちょっと入らないかなって思ったけど、意外とギリギリだったー。じゃあ DD の方が良かったかな。あ、でもまあこの後球根に出てこられて、そうですね、フェアリー技打たれて持ってかれるってこと考えると、まあどっこいどっこいかっていうところでもありますかね。さあ、トリマ11交換はしましたよと。だがしかしか、あーなー、まあここは、あーでもミミッキュ先に、いやでもいいかな、投げますかね。怖いのはダダリン。球根。
怖いのはダダリンですね。で、あとはまあでも最近ねで、行っちゃった方がいいかな。うん。まあでも結構、いい感じに色違いが見えたんで、行きましょうか。はい。オーロラベール。さて、ラス1はどれかな？なんか、どれもありですよね。なんでもありですよね。なんでもありだけど、ナイス急所。ナイスなのかどうかわからないけど、急所。でもなんか、ダダリン臭いような気がするんですけどね。先生打てない分。ガラガラ、ぐ、あ、いや、これは、いや、逆に一発で持ってってくれたからラッキーなやつなんじゃないか。これは、勝ったんじゃない？出会い頭は、取りません。最後フィールドなんで。ってなると、赤ブレイクぐらいしかないんで、あ、あ、まあ、壁あるからな。壁あるから、ま、そう、なるよね。壁あるからそうはなるけど、でも出会い、そう、アクアブレイク一発じゃさすがに持っていけないと思うんで、これは勝ったんじゃないか。フィールドも多分、持つでしょうし、まあ、裏耳消えるんで、まあ、どうにかなりますね。はい、対戦ありがとうございました。すごい。いい急所。これはいい急所ですね。まあ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 、とりあえず、ガエンが活躍したのかどうか、半信半疑なんですけど。まあでもいいんじゃないですか？とりあえず勝ち試合ですからね。勝ったらいいんですよ。儲けもんですよ。はい、対戦よろしくお願いしまーす。あ、そうだ、俺、作らないと弱し。ピカチュー！はいや、決めるの。ピカー、ピカピカー、ピカチュー。ねえ、意外とカビゴンがね、やばいっていうの聞いたんですよね。ガオガエン行く？ガオガエン行けんのか？俺さ、ガオガエンさ、メガグロス倒さなきゃいけない役割あるはずなんだけど、普通にやられそうなんですけど。厳しそうじゃない？あー、で、先生技持ち結構多いんで、メテの投げられない。いい。あー、カビンゴどうしよう。わ、カビンゴきつないこれ。え、カビンゴめちゃめちゃきついんだけど。え、てか、弱しもだいぶきついんですけど。わ、弱しきつ。こう。まずさっきと同じ選出？いや、ミミッキュじゃなくて、グソグムシャーかな。いや、ガエンいらねえな。ガエンいらねえな。ガエンいらねえな。出したくねえな、ガエン。対戦お願いします。ガエンいらねえな、これ。これ多分。いや、ストレートに選出するんだったら、多分ガエン外してミミッキュですね、これ。いや、ガエンいらねえだろう、これ。海竜。ほう。初手海竜？あれですよね。今の海竜って何かが足りないんですよね。新速足りないんだっけ？だから、悪ジェ海竜さんなんでしたっけ？マルチスケールはあるんだよね。猫玉。電波で海竜とかなのかな？だから今の海竜って。それとも普通に悪ジェ、竜魔して悪ジェ打ってくるんですかね。いるんで動けない。え、これ、行っていいっすか？行っていいっすか？行きますよ。海竜飛ばせない？飛ばして。頑張って。頑張って。竜の舞い、竜の舞い、竜の舞い。悠長の舞いを許すな、ガオガエン。お前は、このアローラの御三家だ。吹っ飛ばせ、ガオガエンの Z 技発動。ハイパーダーククラッシュ。うおー、ドラゴンリングイン。シュンからの、チューン！ボディープレース！はい！海竜、突破！あれですね。イエース、イエースってポーズですね。違う。あれなんだろうね。あれ何のポーズ？両手を上にピュってやるやつ。なんかどっかで見た記憶はあるんだけどさ。どっかで見たことあるんだけど、誰のポーズだかわかんねえ。いいや。多分弱し水技ぶっぱしてくるんで、ここ水技ぶっぱしてくるんで、
見えず技ぶっ走てくるからこそ、一回引きましょうね。猫玉、ちゃんと取っときましょう。うん。一回引いて、部族武者。ねえ、弱し、強しですからね。嫌飲み関係持たせたらほんと強しですからね。ネットはまずいんじゃないですか。ネットまずいんじゃないですか。危ないですよ。危ないですよ。はーい。はーい。はーい、そういうことでーす。そういう、はい、そういうことでーす。はい、あなた役割なくなりました。ちゃんちゃーん。せーの、ティン。どんぐらい入るの？あー、半分入らないですね、出会い頭でも。出会い頭やってもあなた半分入らないんですね。なるほどねー。どうしますかね、これ。猫玉、そうですね。そういうのしましょうか。そういうのしましょうか。でも、ラス1考えると、ラス1多分メガグロスだと思うんですよね。多分。物理特殊物理で、ひるんで動けないで、で、いや、まあ、これは、れっきとした戦法ですからね。昔ながらく。あんま僕やったことないんですけど。結構、あれですね。なんか、メガガルで、こうサイクル回してるパーティーとかだと大六、おっと、面白い技持ってますね。それはでも強そうですね、個人的に。なかなかいい技じゃないですか。うん。こういうことやるしかないですからね。出頭、ティーン。だいぶ、あ、お盆なんだ。なんか、そうですね。割と、卓なんですよね。お盆の実と、なんだっけ、もう一つの方の実。あ、これ、やけどで落ちます？あ、イヤの実とか。で、うん。そういうのがあるんですけど。これさ、やけどでさ、もう一回、ないの？二回目ってないんでしたっけ？二回目って危機回避ってないんでしたっけ？なんかなかった気がする。なかった気がする。赤ブレイク！なかったんだったら、剣前の方が良かった。いやー、でもまあ、どっちにしろ、どこどこだな、正直。どっちにしろ出会い頭しないとですよね。うん。あ、あるんだ。あー、じゃあ、だったらアクアブレイクでよかったですね。だったら正解でしたね。あー、割とありじゃない？これ。割と2分の1回含み、なんか、割とハマってそうな気もしなくもないんですけど。なんか、すごいいいサイクルの回し方してません？なんか、よくわかんないけど。なんかよくわかんないんですけど、なんかすごい、いいサイクルの回し方ができてそう感が半端ないんですけど、これさ、ネット耐えます！君なら耐えます！耐えてください。というか耐えないと負けです。はい、耐えてください。耐えなさい。耐えろ。お前強いんだろ。お前強いって YouTube の中で有名なんだろ。有名。はい。急所。あ、じゃない。あ。まあ、そうですよね。まあ、そうですよね。相方が強いんですよ、相方が。あいつ主人公だから。まあ、ちょっとなんか、無駄に消費した感あるけど。でもまあ、いいでしょう。とりあえず先手は取れてますしね。ああ、ここシャドボの方が良かったかな。あ、でもまあ、多分弱し持ってくんだったらこっちの方がいいよね。で、そうか、メガグロスのこと考えると、どうなんだろう。メガグロスですよね。シャドウボー。でも結局メガ進化されて上取られて、米パン打たれるのがオチなんで、まあ、ここ引くに引けないよね。引くに引いたところで、結局ポンポンでやられ、飛んじゃうんで、ちょっとできるだけ削って、ラストのフレドラでどうにか持っていけないかなっていう、そういう見方ですか。やっぱメガグロスきついなぁ、やっぱ。米ピー。やっぱきついね。きついわ、やっぱ。鋼が、もう高耐久鋼がマジで突破手段が乏しいね、今の環境は。めちゃめちゃ思う。マジ早く馬車来てくれ、マジで。って感じ。フレドラ。自信。はい、地震だったら耐えるべ。耐えて、ちょっとこれは、ぶっぱしてるからね。ええ特化だからね。お前これで落とせなかったら、あれだぞ。役割ないぞ。対戦ありがとうございました。よし。よっしゃ。オッケー。これは、種族地の暴力に勝ったな。これは、
この種族地の暴力に勝ったこの試合は結構これ名勝負じゃない。割とベストバウト臭いですよ、これ。ここ直近の中だと。いやー、個人的にはちょっとこれ満足ですよ。これ満足ですね。大満足ですよ。では、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチしていただきたいと思います。12月11日に9万人記念の生放送をやっちゃいたいと思います。今回もスプラトゥーンの大フレ戦大会、今回でラストにしたいと思いますので、皆さんぜひ参加してね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。